夏の青空が思いっきり広がっていますね。長野市の信州新町にやってきました。犀川にも夏の日差しきらり輝いていますね。さあ今私がいるのは久米地橋というんですね。心して行け久米地橋、信濃の国の4番に歌われてますよね。ここなんですよ。でこちらの方が久米地峡ということになるんですよね。いやこの風光明媚な信州新町を音楽でもっともっと盛り上げたいと思ってる信州人がいるんですって。どういうきっかけで、そしてその人のルーツは何なのか、それからその音楽はどんなものなのか、興味がつきませんね。深掘りしたいと思いますよ。久米地橋からほど近いところにやってきましたよ。田園風景ですね。この辺りにね、信州市町を音楽の町にということで日々頑張って活動されている方がいらっしゃるということですけども、こっちでいいのかな。こんにちは、失礼します。あれじゃない、素敵な、ここかな、年代物ですね。じゃあちょっと入りますよ。わ、おしゃれだ。ごめんください、失礼します。はい、どうも。あ、すいません、松坂と申します。お願いします。大口さんでいらっしゃいますか。はい、そうです、大口ポンキと申します。よろしくお願いします。この方が信州新町を音楽の町にと活動している大口浩紀さんです。お住まいの古民家がちょっと素敵なので少し拝見しましょう。いや失礼しますね。はい、どうぞどうぞ。うわ、これすごいですね。これはですね、昔の、扉とか壁に使ってる材ですね。アイアンの足をつけてテーブルにしたということなんですけども、キッチンの方に、失礼しました、はい、こんな感じになってまして、はい、昔の馬のソリですね、馬ソリの足を使って、もうこのシンク自体自分で作ったりとかして。大口さんは昭和初期に建てられた実家を3年前から一人でコツコツと DIY してここまでリノベーションしました。そうなんだろうね、インテリア系。いえいえ、ちょっとね、職業不詳な感じで。職業不詳ですか。すみません。おっと、ギターがドーンと、はい、来ております。これは先祖の着物なんですけども、ちょっとここにディスプレイしてみたんですけども、ピアノなんですね。これ鍵盤を全て外してパソコン作業するためのデスクっていう、これ弦が張ったままなので大きな声でわーって言うと多分響くと思いますけども、ちょっと失礼します。はい、大口さん。響いております。何かちょうだい。ちょっとすみません、品がなくなりました。サスペンス調になってきます。ちょっとなんかだんだんその音楽的になってきましたよ。お、はい、朝日列、さっき久米地橋、行ってきましたよ。まあ大口くん宛にということで、私の曽祖父の大口広井というものになります。1906年にいただいて、まあ、引き継がれてきたということなんですけども、大口さんの曽祖父大口広井さんは長野県初の交響楽団サラシナ交響楽団も創設した音楽家でした。信濃の国を作詞した浅井烈とも親交があったそうです。これなんですかね、無限大に進化続ける16歳という事実すら無意味なものにしてしまう、これどういうこと。これ実はですね、16歳の時に僕メジャーデビューを経験させていただきまして。プロっていうことなんですね。はい、実はそうでございます。はい、長くかかったな、ここで。そうですね、お付き合いいただきありがとうございました。いやいろんな企業さんがね、 CM ソングとかも手掛けさせていただいて、エドウィンとかキャノンとか、いろいろそういうポーラ化粧品とかね、そういう、まあ、CM です、テレビ CM の音楽を制作させていただいたりとか。大口さんは作曲演奏録音を一人でこなすワンマンユニット後期として15歳でインディーズ、さらに16歳の時にソニーミュージックからメジャーデビューを果たしたプロのミュージシャンです。
こんな暮らしいかがですか、田舎で。いや、いいですね。古民家に暮らしながらロックを愛するという。とはいえ、信州新町を音楽の町にと活動していることにまだまだ結びつきません。いや、すごいとこ見せていただきました。いえ、こちらこそありがとうございます。はい、ところでですね、もう一つあのお見せしたい場所がまだあるんですか。はい、これ土蔵ですね。土蔵、でこちらはですね、うちの母屋の方よりもさらに古くてですね、母屋の方は昭和4年なんですけども、こちらの方の土蔵はもう約200年近く経っていて、ぜひぜひ。ここ土蔵でしょ。はい、そうなんです。うわ、何これ。こういうことになっておりまして、スタジオですね。そのプロデュースの仕事だったりとか、レコーディングの仕事ですね、それもこちらで日々やっているという形で、これが僕の本職になります。はい、でこれは全部自分で演奏して重ねていきます。いやいやいや、はい、大丈夫です。ミュージシャンでありプロデューサーでもある浩輝さんは、ほとんどの楽器演奏を一人でこなし、アレンジとプロデュースも手掛けます。県内外のプロのミュージシャンもこのスタジオに通うとか。取材に訪れた日はシンガーの塩入清さんのレコーディングの真っ最中でもありました。多分少しマットな声質の方がどう思う、いいのかな。じゃあサビ、さっきのサビでもうちょっと広がるっていう感じ。今回のアルバムで3作目になるんですけど、1作目2作目はニューヨーク大阪で、3作目はもう迷いなく浩輝くんにお願いしました。もう一人オーケストラ状態なんですよね。なかなかそういう人いないと思います。信州新町でレコーディングするっていうのは、これどうですか。やっぱりものづくりってすごくこうなんか行き詰まるっていうところがあるじゃないですか。でだけどこの環境の中だと、そういう行き詰まった時にこういう風景を一瞬こう眺めて、やっぱり少しファーって解放される、またトライできるっていうところがいいなと思ってます。雅楽の最高峰みたいな。そうです、ちょうどここで演奏していただいて。